エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとユです。今日は皆さんにお知らせがあります。あの前回動画である人からの迷惑行為で困ってますっていう動画を、あの緊急報告でね、動画の本数が減ってしまう件でご報告させていただいたんですけれども、たくさんのコメントありがとうございました。最終的に結論を先に言いますと、引っ越しをすることになりました。はい、物件の本当に数パーセントしかペット科の物件がない中で、さらに多頭飼いっていうのがものすごく少なくなってしまいます。すぐ理想な家を見つけるっていうのは難しかったので、少し時間がかかってしまったんですけど、まあね、ワンちゃんもね、広々と暮らせてっていう家をね、見つけることができたので引っ越しが決まりました。皆様からの温かいコメントをいただいて、アドバイスとかもありがとうございます。ありがとうございます。長く住めそうなお家を探しました。今回このような物件はかなりイレギュラーなパターンだと思うので。面白かったね、びっくりしたもんね。はい、とても勉強になりましたし、私たちも対応方法、いろんな方からアドバイスいただいたりとかしたんですけど、経験としてすごく学びになりました。そうだね。次の家はね、引っ越しがもうすぐ、まだね、引っ越すわけじゃないんですけど、もうちょっとしたら引っ越すので、引っ越したらね、またね、お部屋をね、皆さんにお見せできたらなと思います。いや、でも今回の引っ越しは、すごく楽しみ。すごく素敵な物件に巡り合うことができました。感謝。これも縁ですね。そう、本当に。素敵だったよね、はい、この物件。気に入ってるね、レイちゃん。気に入った。初めてその物件を見たときに、あ、もうここ住みたいって思った物件が、最初埋まっちゃったの。いろいろ見てた中で、やっぱないねって思って、本当に諦めかけてて、これ物件探すの、これでダメだったらあとしばらく何ヶ月か経ってから探そうねって言ってた最後に探した時に、ちょうど下の物件が空いてて、その建物の楽しみだね。いや、めちゃくちゃ楽しみ、本当に。いろいろ考えた結果、引っ越しっていう選択になりました。やはり関わらないっていうのが一番なのかなと思って、そう、専門的な方たちに相談して、まあその方たちに入ってもらいますよっていうふうにオーナー様に伝えたところ、ポストにね、一通の手紙が入っておりまして、オーナー様直筆の殴り書きの、ちょっと口には言えないようなね、管理会社を罵り、管理会社とオーナーどっちサイドなんですかみたいな、オーナー様側サイドであればもう一回改めて契約を結び直しましょう、ただ管理会社の味方であればひどいことになりますよみたいな、ちょっと脅し文句みたいな手紙が最終的に届いて、あ、もうこれは専門的な方を入れたとしてももう難しいなって判断になったので、そう、難しいね、もうね、潔く家を探しました。お金をかけて専門的な方に頼っても、ちょっとこの手紙が来てしまって、見た後にここに住むのってちょっときついなってやっぱり改めて思ってしまったっていうのもあって、関わらないっていうのが一番なのかなと思ったので引っ越しすることになりました。本当に新規を楽しみです。これからも楽しい動画をお届けさせていただきます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。多分次は新しい家よな。あ、違うかも。違うかもしれない。違うかもしれない。もうちょっと時間あるわ。バイバイ。